コリー・アラン・モンティスはカナダ出身の俳優、歌手である。フォックス放送のテレビドラマ、グリー、グリーのフィンハドソン役で知られていた。発音はコーリー・モンティスの方が近い。カルガリー生まれ。俳優になる前は、7位ものウォルマートの店員、タクシー運転手、スクールバスドライバーと試行人として働いていた。幼い頃に、両親は離婚し、モンティスは、 中学3年生で中退したため、高校には全く行ったことがない。その理由について彼は僕のためにならなかったよ。なんで勉強しなきゃならないのか、小6から中1ぐらいから理解できなくなった。ちょっと理由があって反抗的な気分になっていたのさと述べている。ツイッターのページでは、自分はでかくて不器用なカナダ人と発言している。特技はドラム。 2009年に放送を開始した、クリー、クリーにフィンハドソン役として出演し、一役その名を高めることになった。同年のティーンチョイスアワードでは、新人スター男性部門にノミネート。2010年のティーンチョイスアワードでは、テレビコメディ俳優部門でノミネート。2011年は、同部門で受賞を果たした。フィン役を演じる以前は、歌の経験は、ほとんどなかったが、クリー、 フリーでは多くの歌を披露している。ソロで披露したジェシー・エスガールはオーストラリアでゴールドに認定された。初回で登場したドントストップビリービンはオーストラリアとアメリカでゴールドとプラチナを記録している。死亡当時はクリー、クリーで恋人役を演じているリア・ミシェルと交際していた。一時、歌手のテイラー・スウィフトとの交際が報じられたことがある。 2013年7月13日、カナダのバンクーバーにあるホテルの部屋で死亡しているのが発見された。31歳ボー地元警察の発表によると、遺体のそばからは、麻薬の残留物が付着したスプーンと、使用済みの注射器、および空になったシャンパンのボトル2本が発見されたという。 最終検視報告書による正式な死因は、静脈注射によるヘロインの使用とアルコール摂取による混合薬物中毒となっている。年の初めに薬物依存症の治療のためのリハビリ施設に入所し、4月に退院していた後のことであった。報告書には、リハビリ施設に入っていたことが、麻薬の体制を下げ、これが過剰摂取につながった可能性があるとしている。 モンティスの救世に伴い、グリー、グリーの脚本が書き換えられることが決定し、第5シーズン第3は、大好きだったフィンへで、フィンの死も描かれることになった。しかし、第5シーズン撮影開始時はすでにモンティスは死亡していたため、実質的にフィンが作中に登場するのは、第4シーズン第19は、夢に向かってが最後となる。フィンが登場する最後のパフォーマンスは、 1> 第1シーズン第1話でも歌われた Don't Stop Believing であった。ありがとうございます。